こんにちは、ウッキーです。今回はオーディオ関連ですが、自作電源ケーブルの話題をします。ちょっとマニアックな話題となりますが、コンセント端子の素材によって音のニュアンスの違いが発生し、使う線材などの組み合わせによって、自分好みの音調に近づけることが、随分昔から流行っています。一番最初の頃は、ホスピタルグレードの真鍮素材ムメッキで、シンプルだったものが、だんだんと種類が増えて、金メッキやロジウムメッキされたものや、それらの素材をクライオ処理によって加工されたものなど多数あります。金メッキは音にツヤが出るとか、ロジウムメッキはエッジが立つとか、クライオは透明感が増すとか、いろいろと特徴があるのですが、例えば楽器のギターなどで例えてみますと、弦の素材や太さによって音のニュアンスが変わりますから、ボディ素材とのマッチングを考えながら演奏者の好みによって決められます。それと同じような感じでコンセント素材の組み合わせは自由なのですが、個人的な好みとしては音が自然でフラットなまま音像が深くニュアンス豊かな感じが好きです。そうしたいと思った時に選びたい素材は経験上からすると銅素材になります。組み合わせる線材も標準的に考えると銅線になりますが、線材はともかくコンセント端子が無垢純銅素材ですと、以前は価格がかなり高価でしたが、最近アマゾンでネットサーフィンをしていましたら、その純銅素材のコンセント端子が信じられないくらい安い値段で売られているのを知り購入してみました。それがこちらになります。箱から開けて中身の様子をお伝えできるようにバラしていますが、このような感じで質感も良さそうなスケルトンタイプになっていまして、無垢純銅素材無メッキそのままのものです。箱にはピュアカッパーと書かれていまして、品番は VM511、メーカー名はビボルオーディオっていうんですかね。横にはハイエンドパフォーマンスパワーコネクターと書かれています。先にお値段を言っておきますと、プライム送料込みで現在約3500円です。これ片方ですと1750円ですからね。これまでの日本市場価格から考えますと、にわかに信じられない価格です。まさにハイコストパフォーマンスですが、早速ここで試してみたかったオーディオミジンコさんで購入しました。銅線も購入済みなので、早速加工して自作してみたいと思います。 3.5 センチぐらいで皮膜を剥きます。はい、剥けました。よし、もう片方も剥けました。まあ、銅線をそのまま直接ここに差し込んでも大丈夫なのですけども、ウッキーは一応 Y 端子を取り付けて入れ込みます。今回使うのはこの工業用のこちらのものを使いたいと思います。3つですね。はい、これでぴったりと入るはずなんですけどね。はい、こんな感じですね。お、ちょっといけるか。あ、いけますね。はい、ちょうどぴったりです。ではエタノールに綿棒を染み込ませて、ちょっと設定をね磨いておきます。はい、この穴の部分もね掃除します。よし、清掃完了。 OK、 では拭いていきたいと思います。これぐらいですね。ちょいこれぐらいか。よし、拭けました。はい、ではマーベルのハンドプレスで圧着したいと思います。よし、こういう感じですかね。はい、圧着していきます。ということはまずアースからいこう。逆向きか、こうだからこうか。方向性をちゃんと合わせないとダメです。よし、はい、ではまずアースの方が圧着できました。こういう感じですね。はい、残り2つも圧着していきます。向かい合わせになるようにってことですからね。はい、黒い方も圧着します。はい、圧着できました。はい、もう片方も同じ作業を行いたいと思います。
はい、向けました。今度はこういう感じですね。はい、こういう感じです。はい、最後の一つもいきます。はい、来ました。はい、ではこのような感じで両方ともかしめることができました。じゃあこちらも緩めたいと思います。先にこちらをカバーを刺さないとダメですからね。カバーを先にケーブルを通してからです。はい、では3つの端子をケーブルを通します。このような感じですね。はい、もう片方も通したいと思います。はい、ではなんだかんだでまた接点を触ってしまったのでちょっとエタノールで拭きます。はい、せっかく Y 端子でね、今これかしめて接続したんですけど、ここの長さがね、長すぎるんで、これの半分ぐらいでよかったんで、もう一度、かしめ直したいと思います。はい、このような感じで再度、かしめ直しました。もうこれぐらいの長さで十分みたいです。じゃないとね、ケーブルのここの部分が止まらないんですよね。はい、これで取り付けたいと思います。はい、再び、入れ込みました。これで止めていきたいと思います。はい、このような感じでね、再びきっちりと止まりました。はい、ではドッキングさせます。はい、止まりましたね。これでネジ止めをする。はい、適度に止まるところで大丈夫だと思います。あんまりギュッとやりすぎるとね、良くないです。はい、そしてケーブルの部分も固定します。はい、手に適度なトルクがかかりましたら完了ですね。はい、このような感じで埋めることができました。では逆も同じようにしたいと思います。はい、反対側もケーブルを短くしてね、新たに圧着し直しました。このような感じになっています。では接続したいと思います。はい、このような感じで無事止まりました。はい、ではこれでドッキングさせてね、止めたいと思います。はい、このような感じであとは締めていくだけです。はい、ここだけですね。はい、無事完成しました。このような感じですね。はい、では完成しました。電源ケーブルの通電チェックと端子の接続間違いがないかどうかだけチェックしてみたいと思います。とりあえずオンにして、アースは真ん中ですからね、こことここ、はい、ちゃんと来てますね。はい、アースは接続されています。そしてホットはこちらと、ここですね。はい、ちゃんと来てますね。で、もう一個の方、こことこっち。はい、問題なく来てますね。はい、確認が取れました。はい、では今回の短いケーブルはアンプで一応使おうと思っているので、アンプの電源ケーブルを抜きます。はい、もともと装着していたものはね、このアース付きじゃない2ピンのもので、端子が多分真鍮製ですかね。それを使っていました。これ長いんですよね、もうケーブルが。だからこの短いケーブルを作りたかったんです。はい、まずここですね。で、ここに刺す。はい、よし、刺せました。はい、でアンプの電源を入れてみます。はい、ちょっと音出ししてね、確認して終わりたいと思います。なんか素直でスイーティーな音がしてますね。なかなかいい感じじゃないでしょうか。ではこれでチェックを確認できたところで終わりたいと思います。
はい、今回はハイコストパフォーマンスな無垢純銅素材のプラグを使用しました。電源ケーブルを試作してみました。このソニー純正の電源ケーブル、両端子が、無メッキの真鍮素材との取り替えての試乗してみました。感想では、肩の力が抜けてリラックスしたような開放感あふれる音調で、先日レビューしましたブロックジェネレーターを導入してから音像がはっきりするので、ロジウムなどのメッキ系統ですとエッジが効きすぎて疲れるのですが、今回使用してみました。オーディオミジンコの洗剤との相性も良く、聞き疲れとは無縁で、これからのエイジングも楽しみです。最近オーディオ機器に標準付属されている電源ケーブルは、両端子がメッキされているものがほとんどなので、今回の組み合わせですと全く違ったニュアンスの音が楽しめますから、リラックスして音楽を聴きたい方には特におすすめです。ぜひ自作してみたい方はこの動画のリンク先もチェックしてみてください。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。